まずこのグレートコラボレーションの世界でですね、このそもそもなんで私がこの偉大になるっていう言葉をつけたかですね、これは実は書いてあるんですけども、共生社会ってコラボレーションのことなんですけども、なんでグレートとついたかっていうと実はこのグレートっていうのは過去の人と未来の人という意味が入ってるんです。過去の人未来の人と共生するからグレートなんです。すなわち次元が変わるんです。 この世の世界の、この世の世界の共生だけではないからなんです、これが。あれ見ていただくと分かると思います。この世の世界のことだけでは済まないんですね。なおち過去の歴史、それからこれから生まれてくる人たちのことも考えて行動しようっていう、そういう時代でしょ。気候変動問題だとかいうのは、要するに未来の子孫のための話でしょ。 この辺りがですね、全然今までと違って、生まれて全てが始まり、死んで全てが終わるという、そういう生き方とは違うんですよね。やっぱこの辺りが対症療法では済まなくて、やっぱりこう、なんて言いますかね、歴史を超えた共感が必要な世界ですね。無限の安定とは日々の充実のことってちょっとここに書いてありますけども、危機がない社会っていうのは、どうやったら作れるかっていうと、 矛盾が高まらないことですね結局アメリカはですね双子の赤字といわれる財政貿易の赤字が経常,経常収支の赤字が猛烈になっちゃって、まあ、それがアメリカをぶっ壊して今日に至ってるわけですけども要するに赤字が一方的に広がるという矛盾をどこまでも繰り越したからこういうことになったわけですね。ということは二度と危機がない生活二度と危機がない世の中っていうものは、まあ、言ってもね無限の安定というものは 日々の充実のことなんですね。日々の充実がなくして無限の安定ってことはないんですよね。これでちょっと葉隠れの話をレポートにも書いたんですけども、あの、私のですね、あの、母方はね、実はその、佐賀の人なんですよ。え <laughs> あの、江戸時代まで佐賀の人なんです。でね、明治も佐賀で、で、明治時代、いや,明治だない,や,い,やいや、昭和になって、えいやいや、昭和になってから静岡ですよな。 東京出てきたのかなだからず,ずっと佐賀の人なんですよ。で、ハガクれは佐賀藩のものなんですね、あれね。強烈な内容だもんでですね、佐賀藩の中でもあれ、ね、大っぴらに読んじゃいけないっていう本だったらそうなんですよ。で、何せあの本はですね、その戦国の威風が残っている大阪、夏の陣冬の陣のことの話から始まりますからね、昔の武士のことが書いてあるのもすごいんだね。もうとにかくね、死に狂えって書いてあるわけよ。死に狂えと。 <laughs> 死にられどういうことかって言うとその、武士は死ぬことと見つけたりとかよく言うでしょ読んでごらんなさい。そんなか簡単な、な単純なもんじゃないですから。もっとすごいから。ひたすら死ぬために生きろって言うんですね。生きることよりも死ぬことが大事だと。もっと早く死ねると。なるべくね、チャンスを見つけて死ぬことが大事なんだと。どうやって死ぬかっていうと、殿のために死ぬんだと。殿のために死ぬと。だからね、神仏なんか拝んじゃいかんのだと。 神仏の信仰なんかしてはいかんと、それはね、死に損なうからと。死ぬ気がうせるからと。学問なんか、文芸なんか持ってのほかだと。ひたすら殿のことを思って死ぬことだけ考えようと。死に狂えって書いたんだね。あれがだから戦国の世ですわ。社会循環論で言いますとね、ラビバトラーの社会循環論で言いますとね、その何もないとこからね、始まる。何もないと次にするのは勉強だと。勉強から始まると、 お金が貯まってくると次はねお金の時代に入んだと。学者の時代から負荷の時代に入る。で、負荷の時代は必ず最後お金の話たから腐敗するんだと。腐敗すると今度は武人が出てくる。武士が出てきてね、ねそれをぶっ壊すんだと。で、ぶっ壊すと元に戻るからまた学者の時代が始まると、こういう話なんですよ。だからその半蔵に出てくるこの武士の話はね、ぶっ壊すとですわ。ひたすらぶっ壊せと。もう腐敗しきったものを全部断ち切れというね。 まあ、比叡山も焼き打ちしましたしね。それからあれは、あの、堺の町も焼き払われるでしょ、えー。大阪の陣の時ね。とにかく全部ぶっ壊せというのがですね、当時の世界ですわ。しかしもう、くれのその人々が読む時代は、破壊は終わってんだ。要するに、この大阪の陣で終わるわけね。現代演武ですよね。終わって、学問の時代に、ま、が始まるんですよ。要するに、 無から有を創造していく時代が始まってるわけね。その時の武士の武士が読むべき本なんですね。ね